大人の時間なプリコね、始まるよ。ということで今回はイリアさんのストーリーを紹介します。さあ始まるざますよ。行くでガンス。うんがまともに始めなさいよ。ハネムーンを求めて二人で旅行に行ったけど、人助けで力を使い果たしてしまったイリアちゃん。結局こうなってしまったのじゃ。やっぱこっちの姿の方がグヘヘ。魔力を補充するマジックアイテムなぞ手に入るあてもないというに、初日で力を使い果たしてしまうとは。ここで魔力供給ですよ。支配者として当然の務めを果たしたまでじゃ。たとえお主が首を突っ込んでいなくとも、あれほど厄介事が山積しておれば早晩こうなっておったじゃろ。結局のところはわらわもお主と似た者同士なのじゃろ。たった一人の民でさえ困り果てる様を放ってはおけぬ。さすがだ。だからこそわらわはお主を一番の眷属に選んだのじゃ。メスの顔しやがって。はあ、この言葉をもっと洒落た場面で口にしたかったのじゃが、すでに気を逸してしまったの。二人きりの時点でいけるいける。何でもないのじゃ。わらわは少し横になる。荷ほどきはお主に任せたぞ。怒っちゃった。なんという集会じゃ。こやつを惚れ惚れさせるどころか、ふて寝を決め込む羽目になるなぞ。ハネムーンは難しい。ごめんください。お客様、ちょっとお時間よろしいですか。ブルアカかな。ん、この声は昼間のフライパンのおなごか。昼間は助けていただいてありがとうございました。お客さん方がうちの宿に泊まってくれるなんて嬉しいこともあるもんです。この立ち絵で人妻っていいよね。うお、いえいえ、ご夕食をお持ちしたんですよ。それでこのお料理なんですけどね、村の皆さんが助けてくれたお礼にってたくさんご馳走を持ってきてくれたんですよ。うちの宿の夕食も合わせてほらこんなに。飯飯飯、冷めないうちに召し上がってください。それじゃあごゆっくりどうぞ。いただきます。そうじゃな、なんとも粋な民からの貢ぎ物じゃ。冷めぬうちにいただこうではないか。いや、行き過ぎ。この色気よ。うむうむ、実に美味なごちそうじゃな。取れたての素材の味が生き生きと舌の上で踊っておるわ。ヒラメがしゃっきりぽんと舌の上で踊るわ。いかにも素朴だからこそ飽きのこない味わい、まさに絶品じゃな。贅を尽くした料理もわらわにふさわしくはあるが、そればかりでは飽いてしまうからな。画像に染み渡るようなこの心地、真に風情ある食事とはこのようなものを言うのじゃろうな。大人の時間。これは思いがけず良い雰囲気になっておらぬか。夜の窓辺に二人きり、風情ある食卓を囲み語らう。くぅ、まるで仲もつまじき夫婦のようじゃ。結婚しよう。彼こそわらわが待ち望んでいたもの。先ほど言い損ねた文句を口にする絶好の機会ではないか。いや、しかし、しかし、乗るしかないこのビッグウェーブに。どうしたの？床に足が届かぬ。せめてつま先だけでも。ダメじゃ。床にかすりもせぬ。ポロポロしておる。こんな幼子のように足を浮かせていては、どれほど洒落たことの葉を口にして見せたところで全く格好がつかぬではないか。それが好きな大人もいるから。のあ主、
さに紛れて子供扱いするでない。そんなものいらぬわ。本当確かに、ちょわらわのあまりの一行に恐れをののいてか、うん、床がひれ伏しておるようじゃが、雰囲気がこれも完全に終わったのじゃ。例の文句を口にするのは元気じゃな。くそ、じれってぇな。僕ちょっとやらしい雰囲気にしてきます。ともかくその気遣いは無用じゃ。あの女子を呼びつけて何故わらわが縮んでおるのかとあれこれ詮索されても面倒じゃからな。通報されちゃう。なんじゃ窓の外に何か愉快なものでも歩いておるのか。月が綺麗ですね。お主その文句はまさかわらわがお主に先を越されるとはな。まあ僕と津が服を着ておるお主のことじゃ、他意はないのじゃろうが。お前のことが好きだったんだよ。あの主にしては気の利いたことを言うと感心しただけじゃ。確かに空気が澄み渡っておるせいかな。なんとも美しい月よ。今宵はそれで手打ちとしようではないか。やったぜ。そら乾杯がまだじゃったろ。せっかくの二人きりの夕げなのじゃ、わらわたちも優雅なこの時間を楽しもうではないか。では散々な旅行初日を祝して乾杯じゃ。宴の始まりだ。この後めちゃくちゃプリコネ X しろ。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。僕が制作した同人エロゲ、ネメリスちゃん RPG が DL サイトにて好評発売中なのでぜひプレイしてね。では、サラダバー。